オリエンテーション・オブ・アーティザン、職人の方向性とあります。はい。私たちは社会的な環境に生まれ、その環境の中で一生を過ごし、長い間孤立することなく生活していますと。はい。もちろんショックや危険において短時間だけこの方向を見失うことがありますよと、うん、しかしすぐにまた立ち直り通常の社会的な枠組みに戻っていくと。実際私たちは全ての動物の中で人間っていうのは最も社交的であり、私たちの社交性は大規模かつ複雑な社会へと至りますと。私たちが思考し、感じ、話して行う、この社会的な現実の枠組みの鉄のるつぼの中で発生し、それは私たちの常に角度とか視点とかそういったものが世界観を作っていきますと。でこのまあタイプによる角度が方向だよと、はい、うん、ただしこのタイプごとでいろんな視点があって、時間場所、過去現在未来、異なる方法でタイプが組み合わさっていますというところで、これがですね、はい、各タイプの方向性でございます。現在のなんて言うんでしょう、考え方なんでしょうね。現在の考え方、うん、未来、過去、どんな場所か、うん、でどんな時間を過ごしているかっていうところで、今日紹介するアーティザンはヘドニスティックって読むんですかね。現在、はい、現在形で言うと、はいはい、快楽主義的だと、うんうん、楽しければやりますよと。楽しいかどうかですよね、人生は。俺が楽しければええんやと。まあ俺だけじゃないかもしれないけど、まずは俺ですよね。まずは俺、はい、はい、でフューチャー、未来はオプティミスティックだと。はい、楽観的やと。はい、大丈夫、楽観的ですもんね。はい、で過去についてはシニカルやと、はい、皮肉的、うん、で場所はヒアーだと、はい、今ここだと、うん、なんか最強な感じがするんですよね。楽観的で今ここだと、はい、で時間は本当に今だと、はい、これね、まあ、私はあの最近は NF、はい、理想主義者の自覚なんですけども、うん、利他的で、はい、信じやすくて、はい、もうで、はい、スピってて常に明日を見ているって、はい、ちょっと心配になってきません？別に心配にはならないですよね。この子大丈夫かなって。そんなことはないですよね。ポーっとしてるんですよ、はい、明日を、それイメージじゃないですか。明日を見てパーって口開けてるんですよ。すごい心配。はい、はい、でこのザ・オペレイテーション・オブ・アーティザンの続きなんですけども、ここでは、アーティザンについてなんですけども、アーティザンは現在に関して快楽主義的であり、未来に対して楽観的であり、過去に対して皮肉的であると主張されていますと。彼らの好ましい場所はアクションの中心にあるここであり、好ましい時間は今ですと。他の性格タイプはこれらの要素をどのように捉えるかがいろいろ、まあ先ほどのように異なってますと。はい、ではまあこのアーティザンを見ていきましょうというところで、ヘドニスティック・イン・ルッキング・アラウンド、周りを見る際の楽観主義的な、ちょっとこれ訳変なんですけど、はい、すいません、チャット GPT3.5 なので、はい、ちょっと甘いかもしれません、はい、楽観的に周りを見てるっていうことですかね、うん、アリストテレスはプラトンのアーティザン SP における根底にある楽観主義を見抜いた人物だったと。アリストテレスが、うん、快楽主義は善を特に感覚的に心よいとされるものと定義する倫理的哲学ですと。もちろん私たち全員が時折楽しみたいって思う時があるが、アーティザンのように強調されることはありませんと。理想主義者は自分の行動に喜びを感じますが、喜びが利他的な目標に干渉する場合、喜びは諦めなければいけませんと。NF にとっては、はいはい、喜びよりも
人がなんか悲しむなとかだったら、うんうん、あ諦めるか、うん、なってしまう。守護者 SJ ガーディアンにとっては快楽っていうのは義務に対する豪気な受け入れを待たなければならず、義務自体が全く楽しいものである必要はない。そして合理主義者にとっては行われることが実用的でない場合、つまり目標に効率的に向かわない場合、それは単に行われないと、うんうん、あ善っていうものが善よりも目的にいかに効率的に達成するかっていう方が大事って話ですね、うん、レーショナルズ NT にとっては、はいはい、楽しむとかは二の次って話ですね、はいはい、二の次って話ですね、はい、あで何を優先してるかって話ですね、うん、楽しい SP にとっては楽しみが一番だが、はいうん、NF はなんかその利他的なところが見えてしまうと譲るし、はいはいはいうん、ガーディアン、うん、SJ は楽しみがこっちにあるんだけど、うんうん、俺やるって決めたからまずこれをやるみたいな、やるっていうのに縛られてる感じですね、はい、で一方 SP アーティザン職人は楽しむために行動しますと。彼らにとって楽しみのない人生は生きる価値がないと考え、はいうん、快楽主義のモットーであり、ある食べ飲み、はい、楽しんで生きるっていうのは、はい生きるための言葉ですと、はい、待つこと貯金すること、はい、蓄えること、うん、準備すること明日のために今を犠牲にすること、はい、それはアーティザンのやり方ではありませんと、はい、これらのディオニソス派、はい酒の神バッカスですね、はいはい、にとって今日は楽しむべき日であり、はい、明日は来ないかもしれないし、うん、あるいはサリー・ボウルズが歌ったようにこう言いますと、一人で部屋に座っていても何の利益もありません。音楽を楽しむためにここに来てください。人生はキャバレー、古い友よキャバレーに来てください。編み物や本、ほうきを置いて今日は休暇の時間です。人生はキャバレー、古い友よキャバレーに来てくださいっていう歌があるんでしょうね、はいはい、そうやなって感じですか、まあ、キャバレーはまあピンキャバレーじゃなくて要は楽しむっていう、はい、楽しむっていう感じです。食べ飲み楽しんで生きる、はいうん、明日来ないかもしれないじゃん、はい、だったら今でしょう、うん、いや僕はあの明日派あの NF 未来を見据えて、はいはい、明日のためにっていう感じなので、うんはい、いや食べるの、うん、食べるのも楽しいよでも、うん、明日を考えると、はい、食べ方を考えないといけないよね、うん、じゃあたまにでいいんじゃない、楽しんで食べるのは、うん、みたいな感じなんですよ、はいうん、そういうのはあんまりピンとこない。言ってることはわかる。いやまあなんだろう、そんな食べるにそんなに食べるだけじゃないので楽しむってもちろん、はい、だから、まあ、食べないなら違う楽しみですよね。あ、何かに没頭している、はい、でも何かに没頭している感覚はありますか。まあ、その時はあります。あ、そういう時そればっかり気になるみたいな、はい、なるほど。アーティザンのオプティミスティックインルッキングアヘッド、先を見て楽観的、うん、アーティザンは究極の楽観主義者ですと。過去は橋の下を流れてしまったもので忘れましょう。遠い未来は遠い先ですから計画を立てるのは無駄です、はい、しかし次の瞬間はどうでしょうと。ここで SP は自然的な自信を持ってことがうまく運ぶと確信しています。あ、確信して輝きます。 SP は幸運を感じます。次のサイクルを振り、次の一手ショットまたは策略は幸運なものになるでしょう。前のいくつか失敗したことは気にしないでください。次に何か起こるかは休息、不慮の幸運、運命の微笑みが訪れることでしょう。そして一度成功するか、ホットなラッキーストリークに入ると SP は
自分の運が続くと信じ、それを限界まで追求します。彼らの楽観主義とともに、アーティザンは魅力的な人生を送っているという頑固な信念を持っており、これは彼らすべてタイプの中で最も無頼であると言えますと。チャット GPT が無頼なんていう言葉を使うんですね。無頼って何ですか？無頼、ですね、ならず者、ごろつき、みたいな意味ですね。はい。定職につかず無法な行いをすること、またはその人無頼感みたいな、あ、頼みにするところのないこと、またはその様、酔い腰の金は持たんみたいな生き方なんですかね。はい、はい、しかしこれは彼らを困難な状況に陥れることもあります。他の気質よりも SP は事故や不景気の影響を受けやすく、挫折や損失の可能性に気を配らないことから、自分自身を傷つけることがあります。 SP はしばしば波乱万丈の人生を送り、ある日は大金を手に入れ、翌日にはそれをかけてしまい、変わりやすい女神フォーチュンが彼女の車輪を回すのを信頼して生きていますと。はい、そんな雰囲気はありますけどね。まあそこまで大げさじゃないにしても、はい、まあそんな雰囲気はあります。そうですよね、はい、多分今まあまあな借金を抱えて、はい、仕事に取り組んでいる、はい、まあ事業はそんなもんじゃないですか。まあ考え方にもよるんでしょうね。考え方というか、はい、まあ大体そんなもんなんでしょうね、はい、その普通ないじゃないですか、何千万とか普通は手に持てないです。はい、はい、でその事業をやろうとすると何千万みたいな借金をする人はまあ、ザラにいる。なるほど、はい、あの回してるよと。お金は、はい、フォーチュンの幸運を信じて、はい、なるほど、